黄金の国と呼ばれていたもあるもんな。妄想爆発だけど、スライドさせたら黄金の国出てくるとかあんのかな、海底都市系で。それが開国とかね。ワノ国最大の伏線投下だなこれね、開国というのがお預けになるっていうね。もう我々は開国はカイドウを倒したらするもんだと思っておりましたが、で、分かった、もう普通に図にしたと話してんだよね。で、分かった、私はお前の判断に準ずる、お前を疑わない。だからこの開国ってじゃあ何なんだっていう話だよね。ここでこう陥りがちなのが、要するに開国っていうのはすごい重要な意味を持ってる、それが最終回で回収されるように伏線として置いてあるっていう方向で考えていきがちですね。ちょっと小難しく、ここは単純に桃之助の判断だっていうことでいいような、なんかこう感覚があるんですよね。多分ですけど、その桃之助が今何を痛感しているかっていうと、やっぱり力のなさとかその辺なんでしょうね。まあルフィがカイドウ倒してくれて、自分はなんとか鬼ヶ島救ったけど、ずっと思い通りにならなくて弱い立場で、火事場の底力みたいなのでなんとか回避できたけど、これを強くなりたいとか、ワノ国の民たちが危険にさらされるなら開国などしたくないっていう、こう発言もねありましたが、なんかその感情がさらに強くなったってことなんですよね。だから子供の8歳の、桃之助の判断として、もっと自分は成長したいし、自信を持って開国するにはまだ至ってない、このワノ国の鬼ヶ島での戦いで痛感し、まだしないっていう決断をしたでいいと思うんだな。ここは真の開国の意味っていうのが、まあだんだんまあ難しくはなるよね。単純に自由貿易にするというか、それでもいいのかなとかもあるけど、鎖国してるからこそ海賊とか無法者みたいなのが来ることはないから、鎖国しておくと危険は少ないだろうから、このまま鎖国しておきたいみたいなことは、これもちょっとまあ予想みたいなところなんですけど、1050話でカイドウとマムが落下して断面図があって、まあ2つの大穴ができたんですけど、その2つの大穴ができたことで亀裂がビビビって走っていくことがこう描かれてるんですよね。で、ここで回収できるかもしれないのが、そのおでんの山の神事件の伝説みたいなところ、金右衛門が盗んだ白いの獅子を、自らが盗んだことにして暴動を収めたおでん、そのおでんの豪快さに憧れたワノ国の民と、おでんがかっこいい、まあところなんですけど、桃源白滝のところだ、その時のこうナレーションというかが、その時おでんについていきたい気持ちをこらえる男たちの一歩で、都が少し傾いたとか傾かなかったとかっていうのが、まあ95巻961話にあるんですが、これとかでズズズみたいな効果音とかあるんだよね。実際に都が傾いてる、これはだから表現的な問題ではなく、本当に都が傾いたっていうことなんじゃないかっていう。で、本当に傾くってことはどういうことかっていうと、島の上に島が乗ってるからこそ傾くみたいなことだよね。で、それがこの亀裂とかこの断面図とかでこう回収できるのかできないのか、ワノ国が昔こう世界と接していた、表現的な意味じゃなくて実際にも接していたんじゃないかみたいなね、地続きだったんじゃないかみたいな考察をこうさせていただいたこともありますが、ワノ国移動説みたいなね、その辺とかが開国の真の意味とかにつながったりするのかなとかっていうことだよね。例えば桃之助がワノ国全体をもう炎雲で動かすとか、それを開国っていうのかとかね、ズニー社が来た意味とかっていうのも、ワノ国が移動するってことを考えると、桃之助が竜か竜じゃないかっていうの、ホムラグモ出せるか出せないかっていうのは、あの運なんでね、ホムラグモに頼らなくてもワノ国を移動させることができるとしたら、ズニー社しかいないんで、移動できるとしたらズニー社がそういう意図で来たと考えれば、それが開国っていう。黄金の国と呼ばれていたもあるもんな。妄想爆発だけど、スライドさせたら黄金の国出てくるとかあんのかな、海底都市系で。それが開国とかね。藤山とかもなんか浮いてんだよな、これ。どう見りゃいいのかわかんねえけど。藤山と地面に空洞あるみたいになってんだよな。仮に、和の国にめちゃめちゃ壮大な仕掛けがあって、移動とかできて、そこの下に例えば黄金の国があってとかって、そこに真実が隠されてて、まあそうするとこの国にもあるんだろう、ワンピースはちょっと回収できそうな雰囲気もある。そんだけの仕掛けがあれば。それを例えば、桃之助は公開日誌を読んで知って、てたとする。まだ開国しないっていうのは、やっぱさっきの考えでいいような気がするんだけどな。自分がまだ非力だから、まだ開国する自信がないみたいな。開国の真の意味はもちろんまだわかんないけど、桃之助開国しない理由に関しては、自分がまだ非力だから、それに見合った実力がついていないからっていうことでいいような気がするっすよね。ワノ国移動要塞説で、国民全体で今のワノ国を出るとかね、巨大な戦争にそれで向かうとかね、その辺だね。考えるべきはね、開国の真の来ることは何かしらで時が知ってた。だから20年後に飛ばしたのは予言なんだけど、9つの鍵っていうのは別に予言じゃなくて希望だったんじゃないかね。
9つの影、9人目がだから誰なんだっていう頃だよね。一緒にこの町に来れることがあるとしたら誰なんだっていうね。竜型の桃之助に8人の影がこう乗ってるのがよく見るとわかる。でボワンってなってで人型になった時にこのコマに描かれてるのは8人で見切れてんだよね。忍が半分が切れてる。だからもう一人いるはずなんだけど、それが誰かって話だよね。川松伝次郎、犬猫、忍、雷蔵、日和と桃之助で、もう一人誰かっていう、これちょっとは勘十郎はねだちょっとこの最後の一人初見で誰だと思うかをちょっと皆さんにお聞きしたい。ヤマト、あの一瞬で来れる？ヤマトのパターンあるか？ヤマト、ヤマト、おたま、ヤマト、ガイモン、連れてまいるの人、金右衛門、勘十郎、通信者、伊蔵。伊蔵か。あ、おたま、伊蔵が多いか。おたま、おたま、おたま、伊蔵、金右衛門、金右衛門、金右衛門、ヤマトか、ま。だいぶ割れてるな。だからこれマジわかんねえよな、最後の一人。金右衛門、ヤマト、おたま、伊蔵、その辺か。時、ここで急に時は来なそうだけどな。あ、非鉄？非鉄パターン。あと一人が将軍？じゃあこの右から3番目誰これ？右から3番目が多分桃之助だろ、これね。金右衛門とお菊はチョッパーが見てるし、ヤマトもその直前で僕が叩きのめしてやるっつって、その残党たちが暴れてるところを牽制したりしてるんで、なんかこう、いけなそうな感じはあるけど、来週わかる。来週わかる、そうなんだけどね。だこのさ、9つの影っていうのを、トキがこう予言したんすけど、月は夜明けを知らぬ君、願わばその一年を旗とせわむ、月夜に9つの影を落とし、まばゆき夜明けを知る君となる。で、これ、トキが金右衛門たちを20年後に飛ばした時に、勘十郎が裏切る展開とか、例えば伊蔵が来る展開とか、金右衛門とお菊だけは重傷になる状態とか、そんな細かい予言まではできてないはずっていう。この時点でのこの9つの影っていうのは、単純に考えるならば、その赤鞘9人男が、和の国を夜明けへと導いてくれるはずだから、和の国の民たちは決して希望を捨てないでくださいっていうのの知性の句だったんじゃないかでいいような気がする。ただその20年後に飛ばすっていう決断をしたのは、明確なこう予言があったからというか、歴史を全て知ったおでんから聞いたことなのか、それより前に何かで知ったことなのか。ジョイボーイが来ることは何かしらで時が知ってた。だから20年後に飛ばしたのは予言なんだけど、9つの影っていうのは別に予言じゃなくて希望だったんじゃないかね。予言と希望の違いみたいなね。まあ、ただその時の時世の句が希望だったとしても、9つの影が希望だったとしても、その通りになるっていう、実はその紆余曲折あって、勘十郎の裏切りとかいろんなイレギュラーがある中で、この1051話で、本当に時の時世の句の通りになった、紆余曲折あったけど違う形でこの9人になって、夜明けになるみたいな回収のされ方はしそうな感じはするんで、もう一人9人目で、しかも今ちょうど月明かりに照らされて、影が落ちるっていうのはまさにこうぴったり来るこう状況でもあるんでね。月夜に9つの影を落とすっていうのが、月明かりに照らされて影が落ちるっていうね。ただまあ開国がまだって言ってるから、まばゆき夜明けを知る君っていうのもまだ先になる可能性もあるけど、どうなのか。まだ1051話予想するとしたら、やっぱり桃之助の第一声だよね。と和の国の民たちに、和の国将軍桃之助のこう誕生と、どんぐらいの使命感があるんだろうな。アラバスタ編で言ったら、あのアラバスタ国王の失ったものは多く得たものは何もない、この戦いの上に立ってみせよアラバスタ王国よ、うわーっていう、あそこに該当するようなレベルのこう感動シーンというか、桃之助らしい心のこもった演説というかね、第一声をこう期待したいというか、私の知る中で最も気高く強い戦士ですっていうイガラムに対して、うん、ありがとうって言いたかったっていうビビのセリフ。そしてそれを聞いたイガラムが、それはこの上ない誉れですよと。で、まあ、一番熱かったのが、これも何度も今回の配信ではお伝えしておりますが、やはりこのタイトル、誉れでございますんで、男とね、天狗山、非鉄のこの会話、ここがまあ激アツでございましたと。安家殿があの時ああしてくれなかったら、そこまで積み上げた全ての希望の火が消えていた。彼は我が国の未来を守るため、命を捧げてくれたのだと。で、それを知った男、紡がれた未来でお前が幸せに生きられるように体を張ってくれたんだっていうことを知った男が、空
空船に書いたこうね願い事を書くわけですが、 お父ちゃん会いたいよを罰で消してありがとうにこう変更したと。それを知った秀吉がそれは武士として何よりの誉れでござると。ここがまあ一番激アツだったわけでございますが、ここがアラバサ編とまあリンクをしていったと。テル、ビビ、イガラムのこの3つの関係性が、これが安家男秀吉のもう会話と関係性までもがもう完全一致と言えるね、見事なリンクというかね、クロコダイルを破った疲れから麦わらの一味が全員爆睡する中眠れないビビが描かれますと。アルバーナ宮殿かで月夜に照らされ雨は降っている。ビビ様まだ起きていたのですかと、イガラムがビビをこう気遣ってくる。眠れませんか、眠りたくないだけ、この雨をもっと見ていたいから、数年ぶりに降った雨を見ていたいビビで、ペルのことですがとイガラムがこう切り出すんですよね。あの男は私の知る中で、最も気高く強い戦士です。爆弾をね、クロコダイルが仕掛けたね爆弾を見つけはしたものの、それが次元式でどうすることもできない中、ペルが颯爽と現れ、国を救うべく自爆するというかね、爆弾を持って空高く舞い上がっていって大量に人が死ぬことを避けたと。あの男は私の知る中で最も気高く強い戦士ですっていうイガラムに対して、うん、ありがとうって言いたかったっていうビビのセリフで、そしてそれを聞いたイガラムが、それはこの上ない誉れですよと。ここがまあなんかね、1050は誉れでは一番のガチでございますポイントですよね。本当にここでここのリンク来るかっていうね、国の危機を身を挺して防いだペルト安家、そしてそれに対してありがとうと言いたかったビビと男、そしてそれこそが誉れであるっていう言葉のイガラムと天狗山秀吉と、まあ激アツポイントでございました。ここはね、浜地さん600じゃありがとうございます。初コメで初スパチャです。イーストブルーが最終章とリンクしている話ですが、自分は外門編が2巻の覚醒ではないかと思いました。最初の謎の声はズニーシャの声であり、5つの宝箱は五老星、宝の、バカの中身は、空なので、人々の身ニカが五老星に、回収されていないことを表している、時間があったら考えてみてください。なるほどね、外門編とワノ国編実はリンクしていたんじゃないかっていうね、まあ、5つの宝箱と五老星は結構気持ちいいところだよね。最初の謎の声もね、だからあれは外門の声だったんだけど、侵入者立ち去れみたいなやつだよね。で、宝が空だったことが、その五老星が人々の身を手に入れられてなかったこととつながって、月家の大名がどこにいるかわかんねえとか、天月家である天月時が、ワノ国に行っていないこととかを考えると、ケントさん、にあげられるございます。五老星和の国出身説、存在隠すために鎖国させた、和の国の存在を隠すためにってことが、まあ五老星はちょっとね、まあそのフィルムレッドにもね五老星が登場するらしいですけども、五老星和の国出身説とかがね、まあ難しい、ヒントが少なすぎるんでね。だからまあ言ったら、ドワノ国出身説の可能性があるのは、おじいちゃんだよね。初代鬼徹持ってそうな。鬼徹っていうのが、三代鬼徹と二代鬼徹が出てて、初代が出てなくて、剣の唾のところか、の形が、三代鬼徹、二代鬼徹と一致しているみたいなね。で、まあ、和装ですから、唯一、ドワノ国出身はあり得るかもしれないけど、ただその根拠はそのぐらいしかないんだよね、まだね。で、存在隠すために鎖国させたってなんだろうな。ドワノ国の秘密、ドワノ国に居座っている理由とか、何があるどこにあるこの国にもあるんだろう教えてしねえワンピースの、その和の国の秘密、和の国の存在意義みたいなのが五老星は知っていて、それを隠すために鎖国させた。いやでも光月家が鎖国させたよな。鎖国させたのも開国するのも光月家っていうのが真実なんで、光月家とつながりがねえとダメだよな。和の国出身どころか、そこまでは言ってねえような感じするけどな。天月家の大名がどこにいるかわかんねえとか、天月家である天月時が、和の国に行っていないこととかを考えると、その和の国の外に天月家が生きながらえているっていう線は結構あるんですけどね。和の国に行ったことがない和の国の民みたいなね。そう、天月家どうなったんだ、マジでわかんねえんだよ。天狗山秀吉なのかなとかね。メルカードさん、にゃこちゃん、ありがとうございます。マムがカイドウに行ってた一生の恩って回収されますかね。まあ、うおうおの実のことでしょうってことだよね。恩は一生だぞカイドウ。ビッグマムとカイドウはまあゴッドバレー事件にで急遽向かったわけですが、そこで一生の恩が発動する。だからゴッドバレー事件の概要がカイドウの過去編としてウォッカ王国から始まって、カイドウの幼少期の姿から始まっていろいろ出てたわけですが、なんか
かそこがね、いやそこ回収するなら今だろうみたいなねタイミングだったよね。ウオウオの実を食べた瞬間書いてくれよみたいなね、あのゴッドバレ事件のとこで。それを隠すってことはなんかそこにだからもっと重要な何かがあるのかっていうことだよね。ビッグマムがウオウオの実をゴッドバレ事件で見つけたのか、たまたま拾ったのか、それとももっと根本的な、例えば悪魔の実を作ってたのがゴッドバレーの政府だったとか、なんかそういう1048話では明かせないこうさらに根深い謎があったのかってことだよね。ただこの一生の恩っていうのはカイドウにウオウオの実を与えたというかあげたっていうことでいいと思うんだよな。でそんな強いウオウオの実幻獣種モデル青龍なんていう強い悪魔の実を渡したんだから、いやそれも一生の恩だろこれはみたいな、そのぐらいの価値あるだろこの悪魔の身にはってことでストレートにいいような気がする。回収されたでいいような気がする。ただその瞬間がカイドウの過去編では隠されてたんで、そこに何か重大な秘密があるのかなっていうところか。でどこ行きやがったあの野郎っつって、裏切り者だろ仲間割れだろみたいな発言とかもあったりしたんで、ゴッドバレ事件の真相でウオウオの実をどのタイミングで食べて、その後カイドウは多分パンクハザードに連れてかれるんですけど、だからそこの辺の物語がねちょっとぐちゃっとはしてるよね。確かにね、精査したらどういうストーリーになるのか。田中さん250ありがとうございます。初スパです。ありがとうございます。モッチー先生はジャンプでワンピース以外何を読んでいますか？いやマジであの YouTube やり始めてからというか、もうワンピースしか読んでないんですよ。鬼滅も読んだことないし、呪術廻戦も読んだことないですからね。なんか小ヤッキーさんのねとことか行ってコラボして、ワンピース以外何やればいいですかとかいう話しましたけど、まあ呪術廻戦とか他の漫画とかもみたいな話だけど、いやもうマジ読んだことないんすよねみたいなさ。そんなんでワンピースだけのわけよ。あとドラゴンボールとスラムダンクとね。そうそこ五条悟のことを俺五条悟って素で読んじゃったからな。はずの国が島の上に乗っかっているだけの島だったら、その元ある島を隠してる風にも感じるんでね、そこに何か世界にとっての重大な何かがあったり、この国にもあるんだろうっていう発言が和の国をずらすことによって出てくる、それが開国みたいな。ノーネームさん1220ありがとうございます。こんばんは。ワンピース界の通貨についてですが、ワノ国空島アマゾンリリー以外の国は世界政府加盟非加盟に関わらずベリーを使っているのが気になります。800年前に世界政府が誕生したとしたら、その時に光月家が鎖国したことになりそうですが、世界政府から逃れるための鎖国であればおでんが開国したかったことに矛盾を感じます。それ以上は分かりません。もち先生助けてください。通貨の話か。質問1、ベリーが気になりますってことだよね多分ね。これに関しては漫画的なことでいいような、あの漫画的なっていうかね、その読者に分かりづらさを感じさせないためでいいような気がするよね。現実世界ではドルとか円とかユーロとか元とかいろいろあるわけですが、なんかそうなっていくとこうねややこしい。まあそれで言ったらワンピースの世界が母国語みたいな概念がなく全世界共通言語みたいなのが気になりますみたいなことだから、そこまで考えなくていいのかなっていうのはありますね。でもミスリードってこういうことなんですけどね、そういうもんだろっていう風に読者に思わせておいて実は意味があるっていういうことは何回もワンピースでは描かれてるんで、ギャグってことであれはもう良しとしてたのが実は科学で証明できる完全な理由があったみたいなさ、何個もそういうパターンは描かれてるんで、ベリーももしかしたらそういう伏線なのかもしれないし、今のところはベリーに関してはまあいいんじゃないかっていうね、そのままでって感じで考えてます。で質問2が、政府から逃れるために、政府から身を守るために鎖国をしているんであればなんで開国するのかっていうことだよね。開国とジョイボーイを迎え入れる国にしとかなきゃいけねえとかがイコールじゃねえとかなのかな。もうジョイボーイ来たもんね。もうね、開国をするからこそジョイボーイが復活するとか、開国とジョイボーイの登場ってセットだと思ってたんですけど、だからこの人の感じで言うようにどうやらこうセットじゃない、ジョイボーイはジョイボーイでもう出てきたし、まだ完全体ジョイボーイではねえとかっていう考え方もできんのかな。ジョイボーイが帰ってきたはあったけど、ルフィにジョイボーイの自覚もねえし、ジョイボーイって言葉あれから出てきてねえんじゃねえかぐらいずっとニカ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 だったもんね。人々の実モデルニカの実を覚醒させたルフィがジョイボーイになる日はまだ先で、図に者勘違いってことだよね。ジョイボーイが帰ってきたと思いましたが、ジョイボーイにはまだなりきれてなくて、政府から何かを隠すための鎖国だったんだったらなんで開国するんだっていうのがありますが、真のジョイボーイを迎え入れるために開国するでまだしないっていうのはそこに繋がっていくんじゃないかっていうね今回の。ただでもジョイボーイはジョイボーイな気がするけどね。もうね、ジョイボーイは復活しました、ルフィがジョイボーイですでいいような気もするけど、開国
国がだからわかんねえよな。和の国が島の上に乗っかっているだけの島だったら、その元ある島を隠してる風にも感じるんでね。そこに何か世界にとっての重大な何かがあったり、この国にもあるんだろうっていう発言が和の国をずらすことによって出てくる。それが開国みたいな。鎖国っていうのはその世界をこう閉ざしたみたいなね。それで言ったら巨大な王国イコール和の国説とか、その辺とかと繋がっていくのかなみたいなね。あんなの当たるわけねえと思って考察してけどな。そこが開国だったら、まあ、あちいはあちいですよね。開国っていうのは巨大な王国の復活を意味しているみたいなね。この国にもあるんだろうな、ワンピース。ワノ国が昔黄金の国と呼ばれていた頃、まあ、それ妄想になっていくけどね。ワノ国が蓋をして巨大な王国を隠しているみたいなことだとして、巨大な王国がワノ国の下には隠されていて、それが昔は本当のワノ国で黄金の国と呼ばれていた。この黄金の国にあるものが、ラフテルにもある。ラフテルにも置いてあるのはこの黄金の国にもある。ワンピース複数説というか、もともと黄金の国にあったものの一部をラフテルに持ってったみたいなね。もうワンピースの正体の話をしてますよこれは多分いやでもそう考えると、俺が考察しているところにね、結構つながっていくんだよな、この方向性の考え方は。やっぱでもワンピースの正体だよな、今考察して一番熱いのは。やっぱり開国の意味、鎖国の意味がワンピースにどうつながっていくのかを考えるのが、やっぱ一番ワクワクするのは、やっぱ考察好き一読者として。初期構想のあのラフ絵というかさ、ジンベイが仲間になる前はジンベイが消されてるみたいなのがあったんで、もしかしたらジンベイ以外にもこう消されてるあと3人ぐらいいるんじゃないか。それの中にこうヤマトとかドンって出てきたら鳥肌立つけどな。初期構想のあそこにね、考えとったんかいみたいなね。中野優斗さんかな、1220円いつもありがとうございます。こんばんは、いつも拝見させていただいています。特に根拠はありませんが、ヤマトはおでんポジションで麦わらの一味に加入すると予想していますと。ヤマトはおでんの公開認証を読んでいるため、破られたページを自分の目で確認して、あとは桃之助たちと我が国の開国に向けて尽力するのではと考えています。詳しい根拠がなくすいませんと。この仲間入りをちょっと考えていきますか。じゃあちょっとね、仲間入りが誰になるのか、果たして、麦わらの一味にもう一人増えるのか増えないのかも含めてね。まあもう圧倒的人気がヤマトで、もうヤマト仲間になってほしい勢がね、とにかくこう日本にはというか世界にはね、あの一番多いんで、まあ私は、ビッグマム仲間説っていうのをね、こう提唱させていただきましたが、ただビッグマムは11人目っていう、予想をしてるんで、10人目が仮にお玉になるのかヤマトになるのか分かんないですけど、もっと先の後の話をしてるんでね。まあビッグマム、まあビッグマムだけが麦わらの一味っていうのはね、カイドウとビッグマムが同盟組んだ時点でね、同盟組んだ一人だけが仲間になるとかっていうのがちょっと気持ち悪い感じもしてきてますが、まあとりあえずまあ予想はさせていただいております。ただあの国ではまあ 100% ないでしょうね。で言ったらやっぱりお玉かヤマトのこの二択だとは思うんだよな。あとまあキャロットか、キャロットが入るかどうかか。ただこの今回のそのまだ開国はせぬでしょ。でヤマトはドアの国の守り神の悪魔の実を食べてて、桃之助はこれから和の国の将軍になり、8歳ながら和の国をまとめていかなきゃいけないってなると、一番自然なのはやっぱり桃之助のそばにいるっていうことのような、俺は感覚は受けるんだよな。桃之助のフォロー役で和の国に残る、まああるいは海に出たいという願望の通りに行くのか。ただこのなんていうんですかね、意図的にだと思いますが、もう最後の方はヤマトと桃之助はずっと一緒に行動してきてたんでね、これでまあ桃之助が和の国に残るとか、桃之助の気持ちを聞いた時にヤマトはそれを尊重して、じゃあ海に出たい気持ちはあるんだけど、桃之助君君を守るよっつって和の国に残る可能性の方が高いんじゃないかみたいなね。でまあ一方お玉はまあ成人はしておりませんが、熟々の実で成人化して妖艶なくの市になって海に出るっていう、まあ予想を私はさせていただいておりますが、それもそっちで綺麗なんだよね。回収としてはね、妖艶なくの市になったら海に連れてってやるって言ったエースとの約束をルフィが果たす。多分まだお玉は成人化した桃之助の姿をまだ見てないんで、見た時にあっしも大人になりたいでやんすみたいなのでなる可能性はあるのかなってまだ考えてはいるっすけどね。で言ってだからそのお玉が仲間入りする時の考察でも言ったんすけど、その絡み開きっていうので麦わらの一味と
プラス一人っていう構図で描かれたのはお玉のみみたいなのがあるんで、あれがだいぶね、で麦わら帽子をこう持って走るお玉みたいなのが描かれてたりしたんでね、私個人的にはヤマトよりお玉の方がこう仲間入りの可能性は若干高いのかなっていうね。おでんに憧れてるなら海に出るし、ルフィの船に乗るでしょう。あのおでんに憧れてるのもあるし、おでんに憧れて自由に行きたいじゃないじゃん、世界を分けに導くのは君なんだよっていう、君は絶対死んじゃならないみたいなのもあるんで、で海に出たい気持ちも両方あるんで、どっちをヤマトが取るかっていう話なんですよね多分。守るで言ったら赤鞘国男もいるんだけどね、桃之助を守る役目は赤鞘国男に任せて、ヤマトはおでんに憧れて海に出るっていうパターンも普通にあるか。ヤマトって初期構想でいたのかな、あの初期構想のあのラフエというかさ、あれあんじゃん、ルフィとかゾロとかナミとかもそのままなんだよね。でジンベイとかフランキーとかチョッパーとかは全然違うけど、一応船大工とか魚人みたいなトナカイみたいな構想はある中で、その、ラフガっていうのがまあ考察界では有名ですが、バランスおかしいんだよね。ルフィが真ん中にいるはずがちょっとずれてて、こっち5人のこっち3人とかで、こう全体構図としてバランスが悪いみたいな。でジンベイが仲間になる前はジンベイが消されてるみたいなのがあったんで、もしかしたらジンベイ以外にもこう消されてるあと3人ぐらいいるんじゃないかみたいな考察がまああるんですけど、それの中にこうヤマトとかドンって出てきたら鳥肌立つけどな。ヤマトっぽいのが角生えた初期構想のあそこにね、考えとったんかいみたいなね。まあヤマトかオタマ、個人的にはオタマがまだ若干可能性高いかな。まあ仲間入りないもあるかな。仲間入りしないでもうこれ以上仲間になんないで、まあでもそれもあるよね、ぶっちゃけね。仲間になってくれた方が熱いし面白いし楽しいんだけど、ワクワクするんだけど、誰も仲間入りしない説みたいなのは誰もなんか提唱してない感じはするけどね。お玉も別に和の国に残って幸せに暮らしていくもあるし、ただ開国がまだしないだから、最後の戦いではまあ和の国の民たちも、まあドレスローザの民たちもアルバスタの民たちも全部一緒ですけど、まあ魚人島の民たちとかもか、最終戦争で重要な役割を担うっていうのはまあ間違いないんだよね。強い戦士がそこで再登場すればするほど熱いんだよね。ビビとかもそうだし、まあペルとかあの辺、あとまあ空島とかで言ったらワイパーとかがさらに成長した姿とか、魚人島のあの深星とかあの辺の成長した姿とかね、ロールプレイングゲームとかでもまあ王道の流れっちゃ王道の流れだもんね。かつて出会った仲間たちが強い姿になって助けに来てくれるみたいなのは。ヤマトでもこんだけ人気にあったから変えるとかありそうだけどな、ストーリーをね。小田先生のことだとジンベイで十分そうなんだよね。もうジンベイも入ってんだよね、ぶっちゃけね。ワニ VS ルフィ、ゾロ VS フジトラ、サンジ VS キザル、ウソップ VS 緑牛、ウソップ勝てんってマスドット池さん500円ありがとうございます。スパチャ読んでいただきありがとうございます。自分が思うラスボスは海軍そのものだと思います。多分ストーリーの終盤でミホークがフジトラに倒され、そのフジトラをゾロが倒すって考えたら美しくないですか。しかも赤犬はエースを手にかけた張本人なので。なるほどな、海軍そのものがラスボス。黒ひげとかってどうやって関わってくるんだろうな、その物語の場合。五老星とかもそんな力は持ってなくて、結局最高戦力と言われている海軍がルフィたちの前に立ちはだかる。元帥が一番トップだから、それをルフィが倒す1対1の構図で言うなら、そのマッチアップも楽しいね。杯 VS ルフィでしょ、ゾロ VS フジトラでしょ、サンジ VS キザルとかだよね、緑牛 VS ウソップとかなのかな。ウソップ荷が重すぎるかさすがにでもなんかポップグリーンとかね、グリーンつながりで言うと黄色黄色でサンジ VS キザルは見物だもんね。それで言ったらゾロ VS 緑牛とかになっちゃうか、色を気にしたらそうなっちゃうか。いや何が熱いかというと、杯 VS ルフィ、ゾロ VS フジトラ、サンジ VS キザル、ウソップ VS 緑牛。海軍はメンツがかなりすごいもんね。黒ひげ海賊団今さ、シリュウがどうせそんな大したことねえだろ的な感じで映ってるから、シリュウの強さが描かれないときついんだよね。海軍はめっちゃ描かれてるからね、もう頂上戦争でね、キャラも立ってるしな。ウソップ勝てんってあジンベイね、ジンベイ VS 緑牛か。あ、虎狩り決まれば熱いな。ゾロ VS フジトラ、緑牛 VS ヤマトね。あ、でも黒ひげが俺の中では聖子滅ぼしちゃうから、いやでもそれもなんかありそうだな。そっちも熱いな。単純にスモーカーとかがどうなるかか。中将とかがカリスマ性に欠けんだよね。そういったらヒナ VS ナミとかね、ヘルメッポ VS ウソップとかホビー VS ウソップでもいいか。いや確かに海軍とのバトルは熱いかも、熱いでございますかもしんねえな。赤犬倒すの誰なんだろうな、マジでな。普通に考えたらサボな気はするけど、ただ赤犬の名前聞いただけでルフィ
ィの胸の傷がズキズキするみたいな描写もあるんで、赤犬とルフィが戦いそうな気配も匂わせもちょっとあるんですけど、まあでも普通に考えたらサボが同じメラメラの身で俺の介護官じゃみたいな感じで、いや介護官じゃとは言ってねえけどそんな感じで言われてた、そのメラの身でサボが杯を倒すのが一番熱いよね。さすがにサボは無理。いやーサボに行ってほしいけどな、熱いで言ったら。というかニカルフィだったら楽勝レベルだろう、もう多分杯ぐらいは。青生地もあるのか、青生地のリベンジね。というかカイドウ vs 杯とかも単純に見たかったけどね。カイドウが杯をボコボコにしばくのも見たかったけどね。とにかく痛い目見てほしいからね、杯にはね。衰えたおやっさんとかじゃなくて本物の雷鳴八卦食らってほしいからね。杯にカイドウが雷鳴八卦食らしたらもう俺たち熱くなれるでしょ多分今あんだけカイドウ嫌いだったのにわーってなるよね雷鳴八卦出たみたいな。ちょっとカイドウ最終決戦ではね、昨日出したね切り抜き動画のサムネ、マムカイドウ3回入り確定と。いやもう確定じゃねえのかな、もうさすがにね。最終決戦のこと考えるとこれほどの死闘した四校2人がさらに復活して敵として出てくるはないと思うんだよな、平等と自由のために目的を持ってるならばね。で味方につけるルフィの能力って考えるとやっぱり、いやどうなんでしょうか。さあ、つおさんにゃこちゃんありがとうございます。ヤマトがルフィをキャッチしたページで、桃之助の舌が出てないコマがありますが、コミック版で修正入りますか？細かい。つまり気絶して舌が出てたのに、勝者カイドウ改めのところ、可愛いヤマトの工夫っていう顔があります。で、そこでは舌が出てる。すごいよ君たち、本当にすごいのところでは舌が出てない。確かに。コミックスで修正になるかもな。ここ舌ないと不自然だよね。舌引っ込めた可能性もあるけど。こういうの俺全く気づかないからね、俺。こういうのは俺本当に気づかないからな。教えていただけるとありがたい。